はい、梅です。どうもどうも。フロンズファンタジーの始まったランドにいるんですけども、メインエントランスのですねフォトロケーション、こちら夜になって来てみたらなんと LED で光るんですね。これは新しいね、初めてじゃないかな、この手のフォトロケーションはね。すごいね。よくね、スポットライトなんかでライティングされてるのはあるんだけど、うん、やっぱ凝ってるな。ちょっとテンション上がりますね。みんないっぱい写真撮ってるけど、これ人物とこのフォトロケーション両方綺麗に撮るのは大変だろう、みんな。はい、こちらメインゲートもですね、やっぱ LED で昔に比べてやっぱりちょっと凝ってますよね。やっぱアナの雪のお城のイメージでですね、こうシャンデリアが下がってて、でこのシャンデリアのところも微妙にライトアップされてて、わかるかな。はい、昔に比べて結構凝ってますね。はい、ワールドバザール来ましたよ。ワールドバザールもこの見てくださいよ。前に俺動画で紹介したんだけど、夜来るとこんなキラキラしてすごい綺麗ですね。音もね、キラ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 ってこう氷っていうかシャンデリアみたいなキラキラぶつかる、ガラスのぶつかる音がしていいですね。ああ消えちゃった、真っ暗だ。時折ローテーション、あ来た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 、光がボワーじわーっと明るくなってきて、何種類かパターンがあるっぽいね。見てるとね、いろいろローテーションするみたいなんで、時間ある方はですね、ここでこの光の演出を観察してみていかがでしょうか。これは綺麗だな。はい、この遠方の横のディスプレイもですね、アランとエルサ可愛いですね。これ昼よりもやっぱ夜の方が綺麗です。